戦う民主主義、戦う民主主義、戦う民主主義、戦闘的、防衛的民主主義とはドイツなどヨーロッパに見られる民主主義の理念の一つ。一般に民主主義を否定する自由、権利までは認めない民主主義と考えられている。民主主義とは国民の意思決定によって国政を運営する政治体制である。 そしてその体制を維持するためには国民に思想の自由、言論の自由、表現の自由を保障することが不可欠である。しかし国民が自ら自由を法的し、民主主義的手続きに基づいて民主主義を廃止する意思決定、自由からの闘争を行った場合はどうなるのか。この場合、民主主義体制の自殺ということになり、独裁などが成立する恐れがある。そこで、 民主主義体制を覆す自由を制限し国民に民主主義体制の維持を制約させるという安全策を取るとが考えられる。このように民主主義に沿った手続きで民主主義体制を覆そうというものから民主主義体制を守るという考えが戦う民主主義である。これは慣用を是とする伝統的なリベラリズムにおいて人は すべての場合に寛容であるべきというわけではなく、不寛容なものには不寛容であるべきであり、不寛容なものに対しては寛容に割ることを要求するとする考えが認められていることとも対応する。しかし、民主主義をどう解釈するかは、一義的に決められるものではなく、場合によっては、権力者、多数派政党などによって乱用され、表現の自由が侵される恐れがあり、 また仮に国民が非民主的価値を受け入れた場合、国民の決定を否定するならそれこそ、民主主義体制の自殺ではないのかという立場や、特定の価値に優劣をつかないという価値相対的な立場かも反対がされ、採用している国は多くない。なお、世界人権宣言第29条の2は、自己の権利及び自由を行使するにあたって、民主的社会における道徳、 公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱらの目的とする法の制限に含ること。第30条はこの宣言のいかなる規定もいずれかの国、集団または個人に対してこの宣言に掲げる権利及び自由の破壊することを目的とする活動や行為を行う権利を認めるものと解釈ではならない。と明記している。 また市民的及び政治的権利に関する国際規約第五条もこの規約のいかなる規定も国、集団または個人がこの規約において認められる権利及び自由を破壊、中することを目的とする活動に従事しまたはそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできないと定めている。わかりやすく表現すると 他人の自由や権利を否定しまた破壊する権利は誰にもなくそのような自由も認められないということである。ドイツは戦う民主主義を標榜している国の代表的な例とされる国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党はバイマル憲法第48条大統領緊急令規定に基づいて発した1933年2月9日発令によって 憲法の基本的人権保護規定を無効化し、隠し工作の結果、憲法の上位に立つ全権委任法を制定することによって、事実上憲法体制を崩壊させた。この過程は憲法を悪用したものであり、戦後問題になった。敗戦後の1948年、西側連合国占領地域において設立されたドイツ連邦共和国、西ドイツでは、こうした事態を防ぐために、 戦う民主主義の概念が生まれた。この概念を生み出したのは、ナチス時代にヒアーリア人として弾圧されてアメリカに亡命し、戦後は基本法制定に参加した憲法学者のである。現行のドイツ連邦共和国基本法自体には概念は明文化されていないが、1956年の連邦憲法裁判所判決が示す通り、基本法制上者の施行の基盤となっている。 21条の規定により、ドイツ共産党、KPD、ドイツ社会主義帝国党等は、違憲とされ、禁止された。共和国基本法第5条3項から第18条までと、第21条、基本権の項目には、戦う、民主主義の帝王である、国民の憲法擁護義務、何よりも、基本法第1条が、人間の尊厳の不可侵を定めるがただしされている。 五条三項では、芸術、学問、研究、教授の自由を保障しているが、教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除しないと留保している。ナチ党、または、アドルフ・ヒトラー個人、もしくはその行為を来賛し、差別を煽る。あらゆる主張、行為は処罰される。刑法第百三十条、民衆戦合罪。対象例として、ホロコースト否認論。 またナチスの表彰であるハーケンクロイツは、似て、反ナチ表現と、ナチス時代を描写するのに必要な場合を除いて、あらゆる使用が禁止されている。したがって、出版等においてもハーケンクロイツの使用は認められず、ネオナチがハーケンクロイツを掲げて更新するようなことも、禁止されている。ポーランドでは、1997年制定の憲法の第13条で、 公領において、ナチズムやファシズム及び共産主義を活動方針とする政党、政党の綱領や活動方針が人種的及び民族的像を、レイシズム、政権獲得もしくは国家政策への影響のために暴力を行使することを想定あるいは許容している政党及び組織の存在を禁止している。イタリアは、イタリア王国当時にサボイ家が ファシスト等の貢献役となって、全体主義体制に協力した反省から、敗戦翌年の1946年に王政を廃止、共和制となった際に、民主主義を実現する最低条として、反、ファシズムと共和主義を明記した憲法が制定された。イタリア共和国憲法第139条には、会見でも共和政体を破棄することはできないという条項が明記されている。 また、2002年に会見が行われるまでは、憲法によって、国外追放されたサボヤ一族の入国も禁止されていた。ただしネオファシズムの政党自体は禁止されておらず、政治的な活動を続けている。欧州評議会は、法の支配のもとに、ヨーロッパ諸国の平和と安定を目的に創設され、加盟国に対して、法の支配、民主主義、 基本的人権の遵守を条件として掲げており、かつて加盟したベラルーシは国内の民主主義の抑制を理由に現在も除名されている。そしてその基本条約である人権と基本的自由の保護のための条約は世界人権宣言と市民的及び政治的権利にする国際規約第5条を踏まえてその第17条で条約の保障する権利と自由の 破壊を目的とした行為を権利の乱用として禁止している。さらに条約は、信教の自由や表現の自由にも民主的社会の道徳による制限を規定している。日本国憲法では、戦う民主主義は採用されていない。日本国憲法では、憲法擁護義務について、第99条で天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、 裁判官その他公務員に規定されている。その一方で国民に対して憲法で定めた義務は指定への義務教育、勤労と納税が規定されているが憲法用語義務は規定されていない。類似したものとして人権の保持と維持の義務が第十二条前段で明記されているが直接的、積極的な条文、規定は存在しない。これは憲法は 権力者を縛るもので国民から政府への命令という、権主義の見解によるものとされている。なお、日本国憲法に基づく体制を破壊しようと、企んだものを取り締まり、監視、排除する法令としては、内乱罪、破壊活動防止法、出入国管理法、電波法、公務員等の結核条項規定が存在する。しかし、日本国憲法に基づく体制を破壊しようと、 企んだ者は、暴力主義的破壊活動を行ったものを対象としたものであり、ナチ党がバイマル共和制に対して行ったような合法的な検証枠による日本国憲法体制の破棄を対象にしたものではない。また、日本国憲法に基づく体制を破壊しようと、企んだもの,の結核条項規定は、一般職公務員及び一部の特別職公務員のみに限られてり、 国務大臣や国会議員については明記されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。